今日はポップマートの新商品3つ気になってたものがあったので、ポップマート池袋店で購入してきました。イノジェリーとチップとデール、あとジシーガ、それぞれ開けていきたいと思います。まずピノジェリー、このシリーズ初めて買うんですけど、なんか食べ物飲み物シリーズでデザインがすごい可愛いなと思ったので、ちょっと試しに買ってみました。箱もカラフルで可愛いですね。このコーラのデザインと牛乳のデザインとカップケーキのデザインが可愛いなと思ってるので、ここら辺が出てくれると嬉しいです。じゃあ開けていきましょう。緊張する。じゃん。これは狙っていたコーラ。ああ、嬉しい。え、かわいい。手と足とね、頭の部分、透明感があって、ツヤツヤでかわいいですね。あ、ポケットのデザインも細かいですね。ステッチが入ってて、かわいい。嬉しい、これは。これもちっちゃくてかわいい。こういう感じ。うわー、嬉しい。狙ってたのが出ると嬉しいですね。カードも可愛いです。爽快って書いてる。やっぱり炭酸コーラなのか。嬉しい。私コーラ飲めないんですけどね、デザインが好きなので。めちゃくちゃ嬉しい。じゃあ次気になってたジシーガちゃん、このシリーズもね初めて買いますね。 We are so cute、 動物のシリーズですかね。結構どれも可愛くて、狙ってるのはこのカエルか、このゾウとペンギンも可愛くて、これ何なんだろう。あとこのフリーバードっていうやつも可愛いんですよ。結構どれが出ても可愛いかと思って買ってみました。じゃあ早速開けていきたいと思います。いきます。これほんとうまく開けられないんだよこれいきます。あ、かわいい。で、これも狙ってた子が出た。うわー、かわいい。結局これ何の動物か分かんなかった。あー、かわいい。で、これ何をモチーフにしているか分からなかった。これ分かる人いたら教えてほしい。これ台座のところつけたら鳥っぽい感じなんかな。え、でも鳥だよね、多分。鳥。ドリームメイドオブペーパー。この手袋のトゲトゲとか、何なんだ。サスペンダーのパンツも可愛いです。あと、ここの靴が、モグラなのかな？ちょっとダークっぽい。ダーク要素が強い子ですね。かわいい。このツヤツヤな感じとマットな組み合わせが、異素材の組み合わせがすごいかわいいですね。かわいい。狙ってた子が出たので嬉しいです。はい、じゃあラスト、チップとデールのデイリーって書いてあるので日常ですね。私ディズニーのキャラクターの中でチップとデールが一番好きなんですよ。ちっちゃい頃からそうで、なんか理由はあんまりないんですけど、すごい好きなので、このシリーズちょっと気になってたので買ってみました。狙いは何でも可愛いけど、チップとデールが一緒に
なってるものが出てくれたら嬉しいですね。10種類の中で2個しかチップとデュールが一緒になってるものがないので、まあ希望は薄いですが、ちょっと開けてみたいと思います。チップですね。あ、表情が可愛い。舌出しててペロってしてます。もう左上のチップです。可愛い。 A 券 B 券 C 券 D 券袋から出して組み立てていきたいと思います。かわいいですね。火を起こして料理をするとこですかね。これデールも欲しくなりますね。はい、ということで今日はポップマートの新商品3種類開封してみました。いや、どれもかわいかったですね。特にね、このピノジェリー、欲しい子が出てきてくれたので嬉しかったです。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で。じゃあねー。